皆さんこんにちは。今日はハリウッドスター19人の親と子供についての特集です。若い頃の親との比較、若い頃のハリウッドスターと子供との比較をお楽しみください。キアヌ・リーブスはイギリス人の母親とハワイ出身で、ハワイ先住民と中国人の血を引く父親の間に生まれました。両親はキアヌが3歳の頃離婚し、父親は家族の元を去りました。後に彼の父サミュエルは、自分の息子が世界的に成功している俳優であることを知っていると認め、私は彼が何をしているかほぼ知っていますが、彼は私とは何の関係も持ちたくないと思いますと語り、キアヌとは全く会っていないと言いました。スカーレット・ヨハンソンはアメリカのニューヨークで、デンマーク系の父と東欧系ユダヤ人移民の母との間に双子の姉として生まれました。双子の弟ハンター・ヨハンソンは政治活動家で、姉のバネッサ・ヨハンソンは女優として活動しています。生涯3回結婚したハリソン・フォードには5人の子供がいることで知られています。1964年に大学時代に知り合ったメアリー・マーコワードと結婚し、2人の子供が生まれました。その後1983年に脚本家のメリッサ・マシスンと結婚し、彼女との間にも2人の子供がいます。そして3番目の妻はテレビシリーズアリー・マイ・ラブで主役のアリーを演じブレイクしたキャリスタ・フロックハートで、彼女が養子として迎えた子供を育てています。ロバート・デ・ニーロは1943年8月、ニューヨーク市のマンハッタンでロバート・デ・ニーロ・シニアとバージニア・アドミラルの間に一人っ子として生まれました。両親は共に画家でした。父親のロバート・デ・ニーロ・シニアは1940年代と1950年代のニューヨークのアートシーンで主要な人物となり、彼の作品はメトロポリタン美術館やホイットニー美術館を含むギャラリーで展示されました。ロバート・デ・ニーロの役者としてのキャリアが軌道に乗ると、2人はお互いをサポートしました。シャーリーズ・セロンは南アフリカ共和国でフランス系の父親とドイツ系の母親の間に生まれました。15歳の時、彼女の父親は酒に酔い、銃で彼女の寝室のドアに向けて発砲しました。彼女の母親は娘を守るために父親を射殺しました。一家はアルコール依存症の父親による家庭内暴力に以前から悩まされていました。母親に対しては正当防衛が認められました。ジャック・ニコルソンは5人の異なる女性の間に6人の子供がいます。彼の子供たちの中で最も有名な子供は、元女優モデルのレベッカ・グルサードとの間に生まれたレイ・ニコルソンです。彼は父親の後を追って俳優の道に進みました。ジョージ・クルーニーは美人コンテストの女王であり、市議会議員の母親ニーナ・ブルースと元ニュースキャスター兼テレビ司会者のニック・クルーニーの間に生まれました。彼の若い頃は息子であるジョージ・クルーニーに似ていることで有名です。エマ・ワトソンは英国人弁護士のクリス・ワトソンとジャクリーン・ルースビーの間に生まれました。彼女の両親はワトソンが幼い頃に離婚し、彼女は母親と暮らしました。彼女にはアレックス・ワトソンという弟がいます。アレックスはエマよりも若く、モデルとして活動したことがあるほか、エマと同様に公の場に登場することもあります。ジュリア・ロバーツは2人目の夫、撮影監督ダニエル・モダーとの間に3人の子供がいます。双子のヘーゼルとフィネウス、そして10代の息子ヘンリーの母親です。双子で長女のヘーゼルは現在大学生で、私生活についてはあまり知られていませんが、2021年に父親と共にレッドカーペットに登場したことがあります。彼女が母親の後を追って女優になるのかはまだ分かりませんが、マスコミに注目されています。ジョニー・デップは元パートナーでフランスの歌手兼女優のバネッサ・パラディとの間に2人の子供がいます。娘のリリー・ローズ・デップはモデル兼女優で歌手としても活躍しています。
バネッサ・パラディは1998年からジョニー・デップと交際し、2人の子供を出産しました。結婚はしていませんでしたが、おしどりカップルとして知られていました。息子のジャック・デップは俳優になることには興味がないようで、世間の目を避けて人生を送っています。ドウェイン・ジョンソンは1972年5月、カリフォルニア州ヘイワードで、元プロレスラーのロッキー・ジョンソンと、アタ・ジョンソンの息子として生まれました。ジョンソンの父親は、わずかにアイルランド系の血を引くノバスコシア人の黒人で、母親はサモア人です。彼の父親とトニー・アトラスは1983年に WWE 史上初の黒人タッグチームチャンピオンとなり、母親はプロレスラーでもあったピーター・メイビアの養女でした。シルベスター・スタローンは美容師のフランク・スタローンシニアと女子プロレスのプロモータージャッキー・スタローンの長男として生まれました。彼にはフランク・スタローンという弟がいて、フランクは俳優兼歌手として活躍しています。シルベスター・スタローンは複数の子供を持つ父親で、最初の妻サーシャ・チャックとの間にセージとセルジオという2人の息子がいますが、セージは2012年に亡くなり、セルジオは自閉症と診断され、公の場所に現れることはありません。スタローンには3人目の妻との間にも3人の娘がいます。ラッセル・クロウと元妻ダニエル・スペンサーは、ほぼ10年にわたる結婚生活中に2人の子供、息子チャールズとテニスンを設けました。メリル・ストリープは彫刻家であるドン・ガマと結婚し、2人には4人の子供がいます。長男のヘンリー・ウルフ・ガマーは俳優にはならず音楽の分野に進み、長女のメイミー・ガマー、次女のグレース・ガマ、三女のルイーザ・ジェイコブソンは母親の後を追って女優になりました。ちなみに三女のルイーザ・ジェイコブソンは母親と同じようにイェール大学演劇学校を卒業し、演技の美術修士号を取得しています。アーノルド・シュワルツネッガーはグスタフ・シュワルツネッガーとその妻アウレリアの次男として1947年7月にオーストリアのタールで生まれました。アーノルド・シュワルツネッガーの父親は警察官であり、第二次世界大戦中にはナチス・ドイツの党員としても活動していました。シュワルツネッガーはジョン・F・ケネディの姪で、 CBS 記者マリア・シュライバーと10年越しの交際の末結婚し、2人の間には4人の子供がいます。夫婦は2011年5月に別居を発表。理由は20年間シュワルツネッガー家のメイドであった女性とシュワルツネッガーの不倫と、隠し子の存在であることも本人により発表されました。マイケル・ J ・フォックスには30年以上連れ添った妻トレイシー・ポランとの間に4人の子供がいます。トム・クルーズは電気技師だった父トーマスと特別教育教師だった母メアリーの間に生まれ、リアン、マリアン、カスという3姉妹と共に育ちました。彼は食べることにも困るほどの貧困に加え、暴力で家庭を支配する父親から日常的な虐待に遭っていたというのは有名な話です。アンジェリーナ・ジョリーはドイツ系アメリカ人俳優のジョン・ボイトとフランス系カナダ人とイロコ遺族の血を引く女優のミシェリーヌ・ベルトランの娘です。アンジェリーナ・ジョリーには6人の子供がいますが、そのうち3人は養子です。元夫ブラッド・ピットとの間に3人の子供たちを出産しました。ブラッド・ピットはトラック運送会社の経営者ウィリアム・ピットとスクールカウンセラーのジェーン・エッタとの間に生まれました。
彼には一人の弟と一人の姉がいます。彼の弟の名前はダグ・ピットで、慈善活動に関わっており、ビジネスマンとしても活動しています。レオナルド・ディカプリオはカリフォルニア州ロサンゼルスにて、父ジョージ・ディカプリオと母イルメリン・インデンバー県との間に生まれました。父はイタリア系およびドイツ系で、アンダーグラウンドコミックスを描いて生計を立てていました。母は50年代に旧西ドイツのルール地方からアメリカに移住してきたロシア系およびドイツ系の女性です。はい、ということでございまして、ハリウッドスターの親と子についてでした。この動画が好評であれば、紹介しきれなかった他のスターたちも動画にしたいと思います。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。